どうも皆さん、こんにちは。ケーキチャンネルです。今回は対面独学第1話ということで、最速で初心者から中級者になる方法を伝授していこうと思います。まず中級者の基準なんですけど、初心者は建築とかがほとんどできない人で、中級者はある程度建築ができる人、上級者は建築ができなおかつ考えることができる人っていうのが僕の考えです。でまず初心者が一番苦戦するところって、建築してから武器チェーンをして撃つっていう一連の流れなんですよ。これは僕の初心者の時も苦戦したし、建築してからスムーズに武器チェーンができない人ってめっちゃトリオアリーナとかでもよく見かけるんですよ。でその一連の流れを効率よく練習できる場所っていうのがピースコントロールマップなんですよ。ピースコントロールを知らない人のために説明すると、視点を動かすことで建築ピースをコントロールすることです。見た方が分かりやすいと思うんで、ピースコントロールを使って敵を倒すクリップを何個か見せたいと思います。はい、完璧。原達さん、本当にありがとうございます。はい、でピースコントロールマップっていうのは、あらかじめ配置されているボットにピースコントロールをして倒すっていうマップです。でピースコントロールマップって、ピースコントロールを練習するマップっていう認識が一般的なんですよ。でも実はピースコントロールマップっていうのは対面の全てを習得できるマップなんですよ。まあ、どういうことかって言ったら、さっきも言った初心者が苦戦する建築してから武器チェーンして撃つっていう一連の動作、これを練習するにはこのマップが一番効率いいんですよ。そしてもう一つ超大事なことがこのマップでは学べます。それは対面パターンの多さです。対面の勝敗を決めるのってパターンの多さだと思ってて、敵がここにいたらこうして攻めようとか、こういう状況になったらこうしようみたいなのが上手い人には感覚的に備わってるんですよ。でそれを習得できるのが、はい、ピースコントロールマップです。それじゃあ僕がおすすめするピースコントロールマップを一つだけ紹介したいと思います。マップコードは 3705-0960-8296 です。はい、マップに入るとこんな感じですね。はい、で今回は1番のコースだけ実際にやっていきます。こうしてここに敵がいるんで、ピースコントロールして、おい、ピースコントロールして撃つコースね。初心者の人とかあまり建築ができないと思うんですけど、とりあえずもうどんだけミスってもいいので、マジでこの動き、この動きさえできるようになったら、この動きさえできるようになったら大丈夫です。こうして角度をつけて打つ。どう意識して練習すればいいかわからない人は、とりあえず相手からの射線が通らない位置、ここっすね、ここ、相手からちょうど見れない位置にしっかりと隠れてから打つ。これだけを意識づけて練習したら本当に上手くなります。でこのマップ何回やればいいのって思うかもしれないですけど、とりあえず1日2周コース1からコース14までを2周1日でするだけで、マジで1週間後2週間後、マジで1ヶ月後には絶対変わってるんで、よかったらやってみてください。それじゃあ今回の動画を終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価、通知音を忘れずにお願いします。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。